こんにちは、この日は店長が病院に行っていたので、ウサギのフードフィーダーの説明をします。でこれが箱です。でここからはもうあの3倍速でいきます。今は、まず箱を開けて中身のチェックですね。これはなかなか取り出せなかったんですよ。はい、出てきました。で、ビニールを外して、これ本体です。で、この茶色いやつがフードを入れるところです。あの白いお皿がフードが落ちてくるフード、なんていうんですか、器の部分ですね。で、何か今箱を見せてます。はい、説明書です。ここであの付属品の確認をして、入ってるものをチェックします。これあの電源の説明で、コンセントと電池の両方対応してて、で電池とコンセント両方セットしておくと、あの万が一停電になった時には電池で駆動してくれるので安心ですっていう説明です。まあ、これあの初めて作るので戸惑ってますあれどうしたらいいんだっていう。これあの、本体の何でしょう、フードが落ちてくるところで、この白い板みたいなやつがケージと固定するためのものです。この間にケージを挟みます。これお皿です。でこの茶色いやつがこの白い本体の上にセットされます。あ、逆だったようです。はい、セット完了。今あの初めて作るので説明書を読みながらやってるんですけど、最初に読んでくって話ですよね。で今これコンセントです。茶色いコンセントにこのチューブ、これ紙防止なのか、あのチューブの中にこうコンセントのコードを通すんですけど、これがなかなか苦戦しました。全然うまくいかないんですよ。苦戦してます。非常に苦戦してます。なんかこうやって見ると私の手ってなんか肉まんみたいですよね丸々してるさて通るかな、まだか。あ、通ったようです。はい、通りました。で説明書確認しながらですね、ちょっとカメラの位置が悪くてこの下の方が映ってないですね。うまく、あ、これあのネジが長いやつと短いやつありまして、でケージの何て言うんですか、この挟むところに合わせて長いのと短いのを使い分けます。今これケージどこにセットするかこう悩んでるところです。そこはうまくないですね。ちょっとケージをずらして結局この側面につけることにしました。で本体に少し厚みがあるので、ケージの隣に何かこう物が置いてたりすると移動しないとつけれないです。これ今ネジで留めて本体を固定してます。コンセントはこの本体の下についてるので、なんていうんですか、あのケージの中にコードが
入ることはないので安心なんですけど、うさんぽ、へやんぽさせるときに噛まないように気をつけてあげないとダメですね。今はこれコンセントのケーブルを探しに行っています。電源オン、あ、下の方にまずスイッチ、メインスイッチがあって、それを入れて電源が入ります。で、最初電源入れると17時44分になぜかなってます。で、この時の時間は午前中だったので、まず時間の設定から始めます。午前中じゃないですね。あ、午前中か。大丈夫。午前中。はい。11時。で、セットをして、これはご飯が何時に出てくるかをまずセットします。で、P010203 っていうのは、これ説明書についてるんですけど、フードの量です。フードに大体01が何グラムっていう目安がついてます。ただ、フードの形状だったりとか、あと重さによって出てくる量が全然変わってくるので、一回出してみてそれが何グラムか試してから、この0102っていうこの回数の設定をした方がいいと思います。で、これは1日に4回まで設定できますので、出てくる時間の設定ができます。なので、例えば朝7時ぐらいに設定して、ちょっとこう夜まで時間があるので、なんていうんですか、夕方ぐらいにちょっとおやつ的な感覚で量を少なめに設定してあげたりっていうこともできます。出てきませんね。これテストで出すこともできるので、今ちょっとそれをやってみようとしてるんですが、あ、出てきました、出てきました。ただ1回目ちょっと設置がうまくいかなかったので、出てきた量のほとんどこぼれてしまいました。これ出てくるところが少しずれるとこぼれやすくなってるので、固定するときしっかり固定してあげないとダメでした。さあ、これでどうでしょう。さあ、出てくるでしょうか。お、出てきました。はい、成功です。1回の量がこれぐらいの量なので、これが何回出てくるかっていうことで量の調整をします。ちょっと今パンパンに何回も試して入っていますね。で、この1回の量をちゃんと測ってから設定した方がいいと思います。はい、それではウサギのオートフィーダーの取り付けの説明でした。ありがとうございます。